ホベルラ山は、ウクライナ及び、ウクライナのカルパティア山脈の最高峰である。高さは2061メートル。岩のフランキューシク州とザカルパッチャ州の州境、ラーヒウチク、チョルノホーラ山系に位置している。ウクライナのカルパチア山脈国立公園に属している。ホベルラ山は、砂岩と歴岩で形成された、円錐系の山である。斜面には、 高新世の氷河の痕跡が残っている。採用は菊や頭皮の森林に覆われ、森林の上に高山草原が広がっている。麓の東部にはプルト川の泉と滝がある。19世紀末以来、ホベールラ山は人気の観光スポットである。現在、登山ルートは3つが開発されている。しかし、観光施設が十分に設置されていないことや、 登山者数を制限する規則がない頃などから山の汚染化が進んでおり環境悪化が懸念される。ホベールラ・ラさんはウクライナの最高山であるためしばしウクライナの象徴として紹介されている。山のてっぺんにはウクライナの国旗が挙げられウクライナの国章を刻んだ記念碑も建てられている。そのためにホベールラは・ラさんは 反ウクライナ主義を唱える団体による荒し行為の対象となることがある。2007年10月18日に、ロシアの大和青年連盟の代表は、ホベールラさんの記念碑を破壊し、ホベールラさんをスターリンの例に解明すると宣言した。犯人はロシアへ逃げたが、ウクライナ保安庁の依頼により、ロシア側は2008年8月に犯人を逮捕した。犯人はいまだ、 ウクライナ側に引き渡されていない。ありがとうございます。